皆さんこんにちは、チョコレートボムのエースケです。今回の企画は都内映えスイーツランキング。巷で話題のこう映えスイーツ、写真映えとかインスタ映えするですね、映えスイーツのお店にですね、都内数店舗に行きまして、その中から5箇所おすすめのお店をですね、紹介していきたいなと思います。まあね、こう映えスイーツっていうのもいろいろあると思うんですけど、まあやっぱり見た目も大事だと思うんですけど、味も重要だと思うわけですよ。でその辺もね、こう加味してちょっとねランキングを紹介していきたいなと思います。もう完全にね、俺的ランキングというか勝手なランキングなんで、自分の好みも含めてちょっとこうおすすめしていこうかなと思います。まず第5位、表参道にありますですね、フランツ&エヴァンスロンドンさんのイートンメスパブロバでございます。見た目インパクト大でして、まあ、上に乗ってるこうイチゴとかベリーとかがかなりね印象的なスイーツなんですけども、こう下の層がこうメレンゲと層になっていて、さらに下にはねベリーのジェラートとかヨーグルトアイスとかが入っていて、正直これをポンって出された時、これを見た時に第一印象はどうやって食べるっていう、いや食べるの難しくないこれっていう感じだったんですけど、メレンゲも結構固めでこうサクサクしてるんですけど、それをね多分スプーンとかで思いっきり上からガンっていったら多分上のが全部ボロボロって落ちるんで、食べるのがね結構難しいではあるんですけど、まあ、味はねすごく上品で、こうベリーとかの酸味もあってかなりさっぱり食べれるスイーツでした。第4位、原宿にありますクッキータイムの、ミルクボトルコンボです。これはですね、こうミルクボトルの上にスモアっていうね、こうクッキーとマシュマロのサンドイッチ状のものがね上に乗っかっていて、見た目がねすごく可愛いスイーツになってますね。甘いクッキーとマシュマロが下のミルクとの相性がぴったし、その甘さと上のが甘いから下のミルクをそこで飲むとすごく相性のいいこう組み合わせになってるな。ただねこれもねちょっとね食べづらいんだよね。これね、映えスイーツの宿命なのかな。どう食べようかなっていうのが結構難しいね。で、まあこう、食べるじゃん。それを。で、中に入ってる、牛乳とかを飲み干した後に、そのボトルを持って帰れるんですよね、このお店。で、新しいボトルに、して渡してくれるんですよ。で、実際にその時もらったのが、この、かわいいねこのラッピングもね、このボトルでして、こうやってキャラクターのね入ったボトルがもらえてしまうという、でこれももらえると考えたら結構お得なんじゃないかなって思うんだよね。で店内もすごい可愛くて、もう映えスポットというか写真スポットがいっぱいありまして、さらにねあのクッキードウ、クッキードウっていうね生クッキー、焼いてないクッキーっていうのも店内で食べれたりして、それもねかなりしっとりしてて美味しかったので、ここもぜひ行ってみてほしい、結構おすすめのお店ですね。第3位、渋谷パルコにありますティフォニウムカフェです。ここのね、サーカスというパフェを食べたんですけども、まあこのねティフォニウムカフェ、まあ、渋谷パルコということで、2019年の11月に開業したばっかりの、渋谷パルコ内にあってですね、まあ、この頼んだサーカスっていうパフェは上にパイナップルが乗っているのがすごく印象的で、ヘーゼルナッツのジェラートが入ってるこうパフェなんですけど、中に本当にいろんなナッツとか、タピオカとかが入ってるのかな。でもうね食べてて、もう食べ進んでいくとどんどんいろんな食感のものが出てきて、飽きずにいろいろ食べれる
ね、こうゼリーとかも入ってるしとかで、このサーカスっていうのを頼んだんですけど、他にもね5個ぐらいかな全部であったりとか、まあ、それ以外にも、飲み物とかいろんなねものがあるんですけども、一番ここでおすすめしたいというか、ここで注目なのがですね、このティフォニウムカフェさんはですね、何より AR がですねお店で楽しめるっていう、まあ、AR って何ってこう立体映像みたいなものが楽しめるんですけど、まずね店内に入るとこうコースターみたいな1枚の紙と、あとね専用のタブレットを渡してくれるので、待ってる間にそのタブレットでそのコースターをこう見ると、かざすとパフェに合わせた立体映像 AR の画像が見れるんですよね。まあ、このサーカスだとかざした瞬間にあのいろんなキャラクターがそのコースターから飛び出てきて、でそのタブレット上でそのキャラクターを触ると、なんかキャラクターがどんどんパフェを作っていってくれる。でそういうのに楽しみながら待ってると、本物のパフェが、注文したパフェが届いて、でそれを置いてさらにタブレットで見るとまたね違う映像が見れたりとか、スイーツ自体も映えなんだけど、アトラクションというか空間ごと楽しませてくれるっていう感じのカフェですね。こう今からさらに多分注目されていくところだと思います。第2位、原宿にありますエディーズアイスクリームというお店です。ここのね、キスミという、アイスクリームを食べたんですけども、アイスクリームよりも何よりもね、まず店内が真っピンクっていうかなりのインパクト強い感じで、アイス自体もね見た目がこう映えすぎてて、メルヘンというか、まあ、いろんな種類があるんだけど、今回は一番ちょっと見た目の派手な映えてそうなこのキスミっていうのを僕は注文して食べてみたんですけど、メニューは本当にいっぱいあって、トッピングとかもね上に自分で選んでトッピングとかもできるので、自分なりのカスタマイズができるアイスクリームで、アイスもバニラとストロベリーとそれのミックスが選べるのかな。アイスがとにかく美味しい、本当にかなりね甘さしっかりしてるんだけど、こうトッピングももちろん美味しいし、このアイスとの相性もすごく良くて、見た目だけじゃなく味も結構しっかり美味しいなっていうアイスでしたね。そして第1位、祖師ヶ谷大蔵にありますクレープリーチロルさんです。ここのね、ラブリーテディベアっていう、もう名前がねかなりメルヘンな、クレープを注文したんですけども、アート作品みたいなクレープ、ただちょっとねクレープとしては1900円っていうかなり値段の高いクレープなんだけど、もうこのねクレープの下の下の方までいちごがぎっしり入ってるんですけど、いちごも4種類使ってるらしくて、生クリームもすごいこだわった生クリームを使用していて、かなり甘さのしっかりした生クリームで、このいちごのちょっと甘酸っぱい感じのものと生クリームの甘い生クリームが本当にねもうめっちゃめちゃ合う、ダントツうまかったねここ、まあ、ボリュームもねすごいのよクレープ自体の、もう結構な大きさだし、なんか本当にぎっしり、もうクリームといちごで本当にギチギチに入ってるんだけど、全然一人でいける。正直このね映えスイーツランキングを今回動画でやってるんだけど、あんまり甘いものを普段めっちゃ食べる人でもないんだけど、俺自身が全然これは余裕で食べれる。もう皮もすごく美味しいし、もうね皮も本当に香りが良くてすごいしっとりしてる皮で、もう皮もその中も全部が本当に美味しい。ここはまあ、ただ本当にちょっとね値段がするなっていう、でもメニューもすごい豊富で、このお店が他のねクレープとかが500円くらいとかでも食べれるものがあったりするので、まあ、この1900円のラブリーテディベアを
食べて思うけど、他のも絶対美味しい。普通のやつも、このね、結構特別なやつ何種類かも、それも季節ごとに変わったりとかするのかな、であるんだけど、まあ、これ以外のも絶対美味しい。ここはいや、もう見た目も味も、もう間違いなくここは一番おすすめのお店ですね。ということで1位は祖師ヶ谷大蔵のクレープリーチロルさんの、ラブリーテディベアでした。はい、ということでですね、今回は個人的におすすめしたい、都内の映えスイーツをランキング形式で紹介させていただきました。またね、今後もおすすめのお店とか、注目のお店をね、どん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 こうやって紹介していきたいなと思っています。ぜひ皆さんもね、今回紹介したお店とか、機会があれば行ってみてください。ということで、以上おすすめ映えスイーツランキングでした。またね。3月21日僕たちのただいま開催中の全国ツアーパワーオブセブンのファイナルが開催されます。会場は品川インターシティホールです。はい、はい、ファイナルならではの演出などもあるかもかも。はい、7人のこのツアーの集大成を見せますので、皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対来てるよ、ね。